れか。ワニ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 。材木の水を含んだ時に膨らむという、それに助けられて、それまでの段階において鉄合面の精度がいかに正確に上がってるか上がってないかによって漏れる漏れないが決まる。なぜ水が漏らないのかと言われると、丁寧な仕事をするということの一言に過ぎますけれどもね。どこが難しいか、どこが簡単かというと、どこもここも難しくって、どこもここも簡単です。基本的には単純作業の繰り返しが圧倒的に作業としては、工程としては多くて、トータルとして一つの器になるんですね。どっか一箇所ちょっと間違ったような加工されてる、ちょっと精度の悪い部分があるということが、そのまま一本の桶に対する評価は下がるんですね。常に緊張感の中で物を作っていかないとダメだし、正確な加工をしないとダメだし、見過ごしっていうのは必ず最終的に出てきますんで、そこはちょっとやっぱ難しいところではありますね。それをずっとやり続けるないしは、完璧に加工するっていうことがやっぱり桶屋根の場合は必要になってくる状態です。液体の器として木製の容器っていうのは、他のどの材質の器よりも優れた能力を持っている。それが最近だいぶ分かりつつあるというのが私のメッセージです。伝統というところで言うと、桶とあと木造の建屋というのはとても大事なところで、石を乗っけるだとか濃いものを作るだとか、そういったものは大手さんにはできない伝統的な作り方に近いところがあって、手間をかけると、手間をかけただけの価値はやっぱりあって、150年200年経って出来上がった金、住み着いた金っていうのがいるわけであって、土壁に住んでいたり木の柱に住んでいたり、その微生物に作ってもらうというのが一番伝統であったり、うちの味を守るために大事にしていることです。親の仕事をしている姿というのは小さい時から見てたわけだもんだから、自分の中でやっぱり正直な仕事をしなきゃいけない、作るものは嘘をつかない、きちんとしたものを作るという姿勢は学んだつもりです。同じものを作るというのは難しい、ただこういうものを作りたいという
ものがあるもんだから、それに近づけたいとは思ってるんだけども、なかなか難しいですね。八丁味噌っていうのは水分がすごい少ない味噌なので、重量をかけるためにもう桶に合わせたような形で石をどんどん積んでいく、結構な重量によって仕込んだ時の桶の中の水分の流れの対流を促してやるという、結果熟成した時に中の味噌自体が均一に仕上がるという、そういう狙いがあって適した形になっています。この蔵でこの地で400年間同じ味噌を作り続けていますが、質素倹約、無駄をしないこと、大事にものを使うこと、慈悲善根、人に施すこと、社会に施すこと、誠意を尽くして一生懸命やれということを言われています。私どもは江戸時代からここを全く動いていません。土地一つ一つがですね、そのままつないでいますので、ここに住んでいる菌類は非常に私たちにとっては大事なものであります。この菌が住みやすい環境を作る、感謝をしながらこの味噌を作らせていただく、証明していただく方がその一端を味わってもらえるならば、これを楽しいことはない、世界の方に知ってもらえるような、そういう一助となりたいと思っています。